ぬさまい公園から眺めたぬさまいロータリーとぬさまい橋のさまい橋は北海道釧路市の釧路川に架かる橋。ぬさまいの名前はアイヌ語のぬさおまいが由来とされている。釧路駅前のメインストリートの橋であり、釧路川の最も下流に架かる橋でもある。ぬさまいロータリーは国道38号終点と国道44号の起点になっている。 24時間平均交通量は約3万5 7七百台。ぬさまい橋は1889年に北海道内で最も長い目標、マナキタ橋として加橋されたのが始まりである。それまで都線により越えていた釧路川に名古屋に本社を持つ、商事会社、愛北物産が自費で加橋し、有料で橋を運営した。ところが百九十八年に橋は、 倒壊してしまう。1900年、関節となる目標がかけられ、地域の名称から、ぬさまい橋と名付けられた。しかし、この橋も増水による上流からの流木や、冬場の結表や流氷によって1909年に、倒壊同じ年に、新たな目標がかけられたが、流木や流水によりおよそ6年で倒壊してしまった。1915年には福音を広げた。 新たな目標をかけた。1928年、およそ4年の歳月をかけて、永久橋が完成。歩道と車道が分けられ、車道は片側2車線になった。優雅なアーチを描くヨーロッパ風のデザインと橋上に、設置された4機の大理石によるオベリスクは、頑丈なだけでなく美しさも顕微しているとして高く評価され、豊平橋、朝日橋と並んで、 北海道三大名教と称された。1976年、老朽化と渋滞緩和を目的に、新たな橋が架橋された。設計は、市民参加型で行われ、四基のオベリスクやアーチ型などは、急憩の面影を残しながら新たな試みを採用し、橋脚上には4人の彫刻家による作品、四季の像が設置されている。クシロ・フィッシャー・マンズワーフモろト、 船越康武作、春橋脚上には、橋上彫刻、同等式の像があり、春夏秋冬を表現している。市民運動によって提案され、資金も賄って彫像が取り付けられたのは、日本国内で初めてのことであった。釧路市のウォーターフロント開発である釧路、フィッシャーマンズワーフ網が隣接している。ヌサマイロータリーは、ロータリー交差点であり、 北海道道25号釧路港線や北海道道113号釧路環状線などに接続している。ただし、間道優先のラウンドアバウトではない。ぬさまいロータリーから出世坂を登るとぬさまい公園入り口があり、ぬさまい橋や釧路港を眺めることができる。釧路市の中心市街地の活性化などに向けた活動を行う市民団体。 ぬさマイ橋界隈市民会議が発足しており、ぬさマイ橋を中心とした景観を後世に伝えることも目指している。ありがとうございます。